でございます2018年12月3日「古民家風の家最後の朝ごはんです」じゃーん今日はこんな感じですまあ残り物ですねいつぞやの数日前のレッドカレーを、えー、冷凍しておいたのを温めましたと、えー、これも昨日かなえっ、ー、と小松菜オープンオムレツ昨日じゃないかおとといかにブロッコリー添え はい、えー、今日はちょっともうわかめもなくなったインスタント味噌汁も作れなくなったということで梅昆布茶 <laughs> 梅昆布茶を昆布茶をちょっと味噌汁代わりにスープ的に添えてますそれとご飯と牛乳はいこんな感じすべてが残り物ですねはい、えー、しかも今日は今これ12時20分。 朝ごはんじゃなくて昼ごはんになってしまいましたまあ、そんな感じでね今日は朝ごはん準備する時間っていうかパスをして昼ごはんていう形で今これを食べたいと思います、まあ、何らかはっきりしない天気でいまいちなんですが今週後半からぐっと寒くなるそうですもうシワスいろんなことに追い立てられますもう私はちょっといろいろショックなことがあってもう今月どうしようっていう感じなんですがそんなこと言っていてもしょうがないので ひたすら一生懸命考えて頑張りたいと思いますはい、えー、では皆さん今日も1日っていうかもうすでにランチタイムなので午後を、えー、充実した日を送ってください元気過ごしましょうはい古民家風の家マダムゴンでしたいただきますはいまこれは何気にね美味しそうでしょういただきます